手繋いの手繋いでもいいよ、ね、いいですか、うん、いい手繋いでもいい、はい、ただ俺引くから俺とは繋がないでね、今日福島兄のですね還暦リサイタルということで今から福島兄に出るんですけどもね、まあ、その前にちょっとやらさせていただこうかなと思って、私はもうレイレオブフランソワーズっていうユニットなんですね。そうですね、基本的にはフランス人っていうコンセプトなのでフランス人それではそれでは皆さんのためにお送りしましょう。イエイ。1曲目は今倉千代子で愛のさざ波。幸せは俺の色の
するとも優しい声が流れてくるもの。思い出はオレンジ色の、はい、雲の彼方に浮かんでいるの。私の唇に人差し指で口づけして諦めた人ニャ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 ニ
ゃんじゃんじゃんじゃん。ああなんて素敵なあ時はないわ。いつまでも消えないで。月も綺麗よ。なぜだか今夜は寝るのが惜しいわ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 。寝るのが惜しいわ。はい、レディオブフランソワーズ演奏終わります。どうもありがとうございました。でね、我々はメインでも何でもないんでね、オープニングなんでここで福島兄をね紹介したいんですけど、ちょっと司会の、佐々木翔一君を呼びますんでね、ちょっとその山下教授みたいなリュックを下ろしてきてもらってもいいかな。これがないとね、ダメなんですよ。大事なものいっぱい入ってる。今からお兄ちゃんにちょっと発表してもらいます。どうぞ。最初ロックローですから、はい、何す。はい、今日はね、寒い中、それから足元の悪い子はね、今日はね、ありがとうございます。硬いで、去年、の10月くらいから、本格的に準備を始めて、なんとかかんとか、開催できるまでに、なって、今日を迎えられたことは非常に、ありがたいことで、硬いね。軽率感です。元ね、ちょっとしたアクシデントあったんですけど、皆さんに助けられて、今日これからね、演奏するわけですけども、そうですね、それだけです。もう本当にこう皆さん来ていただいただけでも本当に嬉しい限りで、このステージにこのベースを持って立ててる自分がいることが幸せだと思ってますんで、短い時間ではありますけれども、最後まで、見ていってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。
のお兄ちゃん。And I'm
まあ今日は福島さんの60歳の還暦パーティーということで ね皆さんって言いたいとこなんだけど、まあステージ立てばみんな一緒だから、うん、みんなも楽しんでてください。いいですか。じゃあちょっとの間お付き合いください。いきますか。
Thank you.
歌った。ええ、旦那さんかっこいい。おにゅう、おにゅう、おおい、おい、こっから喋ってもいいかや、大丈夫かや。こっからでダメ、こっから来て。あ、次瀬戸の花屋。今日瀬戸の花屋。次は瀬戸の花屋。これイルミコですよ。そう、あのじゃあ俺ワイルドリーコを歌ったキエちゃんが再登場で、ワイルドにワイルドだろうって瀬戸の花嫁を歌って書いてありますよ。ここで踊りはおいだんだって書いてある。ほんと、うん、バックダンサーって。バックダンサーいいよ。もういいですよ、佐々木くん。もういいですね。今日楽器弾がないから、すごくテンションが下がっているから、ね、上げよ、みんなの。楽器弾かないと何したらいいか分からなくて、非常に上げていこう、ね、じゃあ、一つあの告知でしょうか。告知、あ、告知どうぞ。4月30日の土曜日に、隣の円セカンドで私が主催してて、今回第30回を迎えるドット祭というイベントありまして、よかったら皆さん見に来てください。そうですね。センターがやってるシューさんとドライブと、私のやってるグフィグルバーズ、さっき歌を歌ってくれた方々、他いろんな人がいっぱい出ます。そうですね。あとさっきもね、お話しましたように、今度佐々木家のビンゴ大会でテレビが商品として出る、あ、ベースですね、ベースが出ることになりました。ちょっとね、いっぱいベースあって邪魔なんで、はい、ね、1本ビンゴ大会いいなわけね。いいか、じゃあさっき皆さんね、聞いたもんね、みんなね、さあ出ますよベースが。そうやってね、既成事実を作っていかないと。あら姉ちゃん、言ったもの勝ちなんだろ。言ったもの、じゃあウクレレもお願いしますね。いいよ、ほらいいよ、よ二人で来てる。カバヤメな、カバヤメ、カバヤメ。あ、準備できたのかな。あ、今回はベース、そうです、チコビシャです。今回ベースが、ご本人様じゃなくて、今回唯一あの外部ベーシスト、エノベースの外注意でない、サイさんが弾かせて、エノベース、外部ベースに行ったんですよ。スケベースもいますし、私変態ベースなんですけど、いっぱい変なベース弾いて、基本的に変なやつばっかりですから、まともなやついないと思ってた方が大体当たってると思います。はい、準備できたかな。まだ、今まだ、はい、じゃあその間ドットさんのこと話していいですか。4月30日、隣の円セカンドでドット祭第30回。ドット祭は1980年からやっております。私と、いろんな人たちで立ち上げて、その当時のバンドシーンの方々がたくさん出ます、はい、で今回もたくさん出ます。6バンド、ね、新人バンドも2バンドぐらいいて、石巻のバンドもたくさん出ますし、オーバーオールっていう、さっきゆきちゃんが歌ったバンド、ゆきちゃんがパークナー歌ったオーバーオールというバンドが出ます。はい、いろいろ出ますんで、取り留めのない話すいませんでした。そう、あのさ、まとめで話そう。あの、まとめられません。はい、はい、もういいか。もういいです。もう気づきました。4月30日、まあね、あの30日本当にね、ドット祭やるっていうのをイベントやりますので、もしお時間がありましたらですね、あの見に来てください。あ、ちなみに私、あのもう 自分の自慢していいのかな。だからちょっとギタースライが入ります。佐々木さんが、ね、佐々木さんですね。うちのバンドスーさんのドライブチですけどね、今回はあの、3年目、3年前はあのパープルの特集をやりまして、去年はクイーンをやって、今年はチェッペリンの特集をやりまして、びっくり、聞きに来ていただければと。聞きに来ることはないと思いますよ。見に来ていただければねと思います。さ、じゃあそろそろ用意できました。よろしくお願いします、はい、それじゃあ正直さん、よろしくお願いします。
ストがね、各方面からありまして次は天丼かこれ一応組むって一番全部これで歌えるところまでは入れてきたんですけれども素晴らしいあと1時間もせないですね1時間半かじゃあそういう問題です1 2 1 2 3Thank you.
Thank you.
いや、あのね、お姉ちゃん昨日、あ、ゆうべか、2、3日ぐらい前から激動的な、ちょっとね、劇的な、ちょっとことがありまして、それよく乗り越えてここまでやったなと思って言って、俺自分一人ではとってもできない話で、それはお兄さんの人徳でございます。いや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 、こういう形で何ていうかな、還暦をお祝い、お祝いっていうかね、自分還暦ライブっていう名目でイベントの名前付けたんですけど、実は自分の本心としては仙台、宮城県っていうかね、アマチュアバンドの人いっぱいいて、でみんな頑張ってるんですよね。でなかなかだけどこうやってね、今見てもらっても分かる通りね、分かる人は分かるんですけど、そうそうたるメンバーですよね。でそうそうたるメンバーが同じステージに立って同じね演奏でね、歌歌ったりギター弾いたりベース弾いたりね、やるっていう機会ないんで、それのね親睦っていうかね、これからも長くやっていきましょうよみたいな感じのことが本当の隠れたなんていうか目的っていうかなんで、な私の還暦なんていうのはね、誰でもね、年かなれば還暦なんか来るわけだから、そこはねちょっとしたお祝いみたいな感じでいいんですけど、本当にね、そういうことで最後まで見てもらってありがとうございました。でそれでは先ほど話し合ったようにですね、ちょっとステージの側から皆さんに向かってカメラを向けて、最後の記念撮影ちょっとさせていただきたいと思いますので、ちょっとだけお付き合いください。